おはようございます。私たちは今、はい、京都の舞鶴市にいます。はい、今日の目的地は富士山。はい、今日はちょっと旅ではないんですけど、うん、そうなんですよ。初めてのコラボ動画になります。イエーイ。いや、マジで初めて。はい、っていうのも、以前から仲良くさせていただいてる、その同じ日本一周してるバンサンチライフさんっていう方がいるんですけど、うん、はい、偶然近く通ったんで、昨日はねお話しさせていただいて、まあ、あのお酒飲んで素敵な車でお酒の一緒に飲ませていただいてそうなんですけど、まあ、せっかくならってことでコラボ動画を撮りましょうってことでお願いしたら快く受け入れてくれたんで、はい、今回僕たち初のコラボ動画になります。と、はい、うことで、そのバンサンさんがこちらです。こんにちは。こんにちは。バンサンチライフさんです。イエーイ。お邪魔してすごい。まず動画の最初に、うん、なぜ日本一周してるかとか、はいはい、自己紹介とか簡単なものをしていただいて、はい、次にこの素敵なハイエース。いや、めっちゃすごい。めっちゃすごいよ。車内いろいろ見せてもらって、はい、最後にお互いの車をちょっと交換して寝てみようかなって。まあ、私たちがただ寝たいだけなんですけど。めっちゃ気になるね。気になるので、うん、ちょっと交換してみようと思います。はい、動画の最後にはその富士山をあそこのルーフキャリアに投入した姿も見れるんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速よろしくお願いします。お願いします。やった。はい、ということで、まあ、サンさん、まずは自己紹介を。じゃあよろしくお願いします。お願いします。背高背高2人ともね。そうね、うん、じゃあ司会の福井さん。みんなまずは自己紹介簡単なのでお願いします。バンサンチライフです。はい、ひろゆきと若菜です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか漫才始めバンサンチライフです。お願いします。同い年ぐらい。そうですね、1個違いぐらいかな、うん、でも今全員27歳なの。全然そうですね。そうそうだね、同い年だ。今日はブレイコーで、はい、よろしくお願いします。ただ、はいはい、まずまあ、いきなりなんですけど、うん、なんで日本一周してるんですか。気になるね。そうだね、日本一周してる、もともと一番最初のリーダーシップは私なんですよ、うんうん、私がなんか、まあ、仕事が2人とも行き詰まっている時に、うん、もうこのまま今日最後の日だったらしんどくないみたいなことを言って、後悔するよね。なんかね、後悔しないように行きたいよねっていう話をしてた時に、うん、YouTube で日本一周してるご夫婦たちを見て、うん、私これやりたいみたいな感じで、うん、ひろゆきを誘って、うん、で新婚旅行もまだコロナで行けてなかったっていうのがあって、新婚旅行の手で日本一周はしようと言い出しましたのがスタートだね。ざっくりそんな感じ。ちょっと似てるね。ね、うん、S の言い出してから実行するまでの期間とかどのぐらいだったんですか。確かに大体準備期間が1年ぐらい。ああ、1年で。丸1年だね。はい、ひろゆきさんは聞いてすぐに OK したんですか。いや、結構最初半年ぐらいかな、うん、結構うーんみたいなことは、やっぱり安定も実際その時していたし、うん、みたいなので。でも私が行動しちゃったんだよね。もう考え、答えを出すより先に動き出して先走っちゃうタイプなので、車はちょっともう車検だし変えようかな。車検はね、まず車を買い出して変えました。あ、で変えちゃったら行かなきゃいけないね。外盛りから埋めてったんですか。そうです。家しかはいしか言えないって。すごい二択だな。一択に無理やり。すごい、ね、ちょいちょいなんかそのあたりから乗り気になりましたね。もう吹っ切れたよね。うん、うん、素晴らしい。お次どうぞ。メシカじゃあ次に、はい、日本一周のルートと、はい、うん、だいたいどれくらいで回ろうかなって考えてるんですか、うん、今何件目。あ、確かに。いつから。あ、いつからですか。スタートは、今年の2022年の4月1日で。あ、一緒だ。すごい。で、今京都にいるんですけど、それが8都道府県目。8、はい、半年で半年で半年で8。27。うわー、すごい。すごい。すごい。すご
やばいぞ。全然違う。27。ちょっと駆け抜けた件がありますね。そうすると結構期間は長いですか。そうですね、一応2年以内ざっくりとは2年以内持ってるんですけど、うん、4月までに終わりたい。でもちょっと今のペースだったらやばい、やばいなっていう。じゃあペースを上げていく。ここから駆け抜けていく。駆け抜けていく。俺らは1年ぐらい1年ぐらい、うん、頑張ろう。いやでもいけそうですね。いけそう。ね、そじゃあこの後はどちらに向かわれるんですか。今京都に来たから、うん、関西、まあ、関西、西日本を回っていく感じで。九州に向けてね。あ、じゃあ一緒だね。一緒だね。またお会いできるかもしれない。ね、はいはい、第3弾。第3弾。俺ら駆け抜けてくからね。そうだ。折り返しで。折り返しで。確かに。確かに。次に、はいはい、今まで半年間お話しされたと思うんですけど、うん、一番良かったとこ教えてほしい。良かったとこ。じゃあ一人ずつ、うん、そうだね、どうせならどちらからでも。私はもう完全に滋賀県の滋賀琵琶湖の自転車一周が琵琶市が、あの本当に記憶に一番残ってるし、一番感動したし、一番多分仲良くなれました。あ、そうね、初めて夫婦でなんか成し遂げたよなって感じがして、だからどの夫婦にもやってほしい。それからですもんね、滋賀。あ、そう、あ、そうです。あ、それから。あの、ビアイチ始まります。言いましたよね、今。本当に全旅人、全ご夫婦に。全然。全ご夫婦。やってほしい。やってほしいぐらい、めっちゃ仲良くなれるよな。うん、なんか、喧嘩とかも、なんかしてても、うん、そんな余裕がないから、助け合うしかなくて、うん、いけるか、頑張ろうみたいな。で、ね、出発する前に毎回ハイタッチしたりとか。かっこいい。なんかね、うん、絆があったよね、あの時。ね、そうそうそう。すごいいい記憶があります。喧嘩してる場合じゃねえ。そうそうそう。いいね。おすすめです。おすすめですね。50でしたっけ。旗は200なんですけど、上と下が150と50なんで、うん、おんちゃん下だけ50万でも、ビワイチの優勝さんだけ150。絆どこ行った？絆ないじゃん。ゴールで集合なみたいな。お互い信じる気持ちでいきた。じゃあビワイチ、はい、はい、ですね。じゃあひろゆきさん、思い出に残ってるのはやっぱダントツビワイチ動画になるかなとは思います。で、観光地ってなると、うんうんうん、でも最近行った東北の龍泉洞、龍泉洞、鍾乳洞、あ、青森にある日本三大鍾乳洞のとこなんですけど、そこなんか地底湖があって、3つぐらいあるんですけど、その洞窟の中に水深多分一番深いところで98メートルとかの湖があって、そこはすごいなんか自然の凄さを、神秘的やったな。全然人工的じゃなくて自然が全部作ったもの、ですごってなったのが、ちょっと少年とハマったかもみたいな。マジで、うん、行きたかったね。過ぎちゃった。過ぎちゃった。行けばよかった。しかもこれから多分九州とかもいっぱいある、少年があるみたいな。ぜひ機会があれば、ね、はい、うん、行こう行こう、ね、寒い、これから寒いね、寒いですね。最後に、はい、日本一周終わった後どうされるかも決まってますか。特に決まってないんです、うん、決まってはないんですけど、はい、YouTube は続けたいな、おー、やっぱ、うん、嬉しい、いろんな発信をしていきたいなっていうのと、ぜひぜひ、あとはもともと鍼灸師、針を打つお仕事をしていたので、なんかそういうのもまた復帰はしたいなって思いつつ、動画もね、今頑張って経験積んでるんで、はいはい、動画クリエイターとかも目指しちゃって、まあ、動画編集関連のお仕事とかもしあったらやりたいかなっていうのは、はい、そういうふうには考えてるんですけど、どこに住んで何をしてっていうのはまだ全然これから住むところも何を決めてないな。同じだね。ね、うん、でも YouTube は今後も見れるそうなんで。じゃあ。よっしゃ。需要があればいい。はい、嬉しい。じゃあ、こんな感じで、はいはい、次は、うん、この車内を見せてもらいたいと思います。楽しみでした。はい、じゃあ、早速、はい、入らせていただこう。入らせていただきます。これが。はい、お邪魔しまーす。どうぞ。広お邪魔します。
すごい。我が家へ。座ってるよ。皆さん気づきました？座ってますよ。普通だよ。すごいよ。じゃあちょっとこの車内を紹介してもらいましょう。はい。まず、もともとこういうキャンピング仕様の車なんですけど、はい、全部ね、最初からついてて、最初からもう私たちは DIY っていうのができないなと思って、もう最初からあるものをね、使わせてもらってるんですけど、めっちゃいい。これが今ベッドキットになるんですよね、うんうん、この下の段と上の段で寝れる、もう一段ベッドキットになってるんですけど、今やってるのがソファータイプにしてて、うん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 、ここから今ベッドキットに変えていこうかなと思います。これがソファータイプの、そうなんです。はい、これで作業とか、そうですね、ご飯とかも、ご飯とかもこっち向きで、もう家ですね。お家だ。ここにキッチン用具が入ってるんで、うん、完璧だ。出してすごいやってます、はい、ね、こんな広ければゆっくり食べられます。羨ましい。作れることはできるね。確かに。あ、自炊もよくするんですか？最近鍋をやるよ。最近、あ、鍋。鍋、このいいな。暖かくなる。寒くなってから。そうそう、暑い時はさすがにできないんですけど。火を使えるようになったから。うん、すごい。鍋だって。鍋いいね。完全にお家だね。羨ましい。欲しいね。欲しい。欲しい。買って。じゃあ、はい、ベッドモード。ベッドモードお願いします。はい、これをもう引いて、これを落として、おお早い。これでもうベッドモードです。あ、すごいね。早い。もう寝れちゃうという感じで。一瞬ここで止まったの？そうです。このへこみで、へこみで背もたれが止まってて。止めてました。すごい。もともとの備え付けなんで、なんか結構背中このままってきついんで、きついきついきつい、意外と背もたれあったらめちゃくちゃ楽でした。え、めっちゃいい。そう、これひろゆきさんも寝転べる？ひろゆきも、ひろゆきさん身長何センチ？15とか185 高っ。全然そうだね。多分足も伸ばせたり、おそうだね、本当にぴったしか、ちょっとはみ出てる感じ、うん、まあ、全然でもこれあれば、そうですね、そうですね、足を伸ばして寝るのが俺の将来の夢です。結構二人でも寝れるもんね、うん、全然。すごい、今日はぜひ伸ばしてもらって、はい、すごいね、ひとときの幸せをかみしめ、かみしめよう。いや、これはいいわ。すごい、結構マットです。ああ、ね、マットレス敷いて、マットレス敷いて寝てる感じです。なるほど、豪邸でしたね。豪邸でしたね、うん、お家でした完全に。じゃあ次なんかあるんだよね。この車の秘密があるみたいな。そうです、これちょっと隠された、隠された、隠された秘密が。ハイエースだけど、そう、普通のハイエースと思いきや、うんうんうん、ポップアップルーフっていうんですけど、ポップアップルーフ、天井がちょっと開くような、うん、ちょっと空間が上にできる、広くなる、ね、これが動くんです。あ、そうです、天井が見たい。じゃあお願いしてもいいですか？はい、今からやってみます。そこに行って、あ、押すんだ。おお、すげえ。え、高っ。で感じで高っ。急に高さが、お邪魔します。開放的に、もうこれだけで完成です。え、すっごい。本来ここの天井だけど、うん、もう ね、 そうね、何してても全然立てるようになる。ひろゆきさん立てちゃう。やばい。やばい。え、車で立つ？そうだ、車で立つ。確かに、ね、確かに。なんか考えてなかったけど、うん、すごいね。車で立てれますね。これ車で立つのが将来の夢ですか？これですね。すごい。今日二つ夢が叶ったね。すごいね。夢叶っちゃったよ。じゃあせっかくのアショウ君も立たせてもらっちゃう。あ、どうぞどうぞ。え、いいんですか？夢叶えちゃっていいの？うん、夢叶えて。将来の夢って、そっか、夢って叶えるものだもん。え、じゃあいい？うん、どうぞ。当たるんじゃない？おー、全然あと20センチくらい、もうちょっとか、半日。うわ、すっごすごいです。いや、これはやばい。広く感じますよね、上げるだけで、うん、全然違うね。
なんかどうしてもさ、天井あると背中痛くなるけどさ、うん、ここすごいよ。すごい、うん、外と一緒だわ。お邪魔しました。実はね、まだ秘密が、まだ、はい、天井が開くだけではなくて、なくてここの上にこの天井が下ろすと、はいはいはい、この上がベッドキットになってる。おお、すごい。ちょっとお尻をふって乗せると、おお、濡れちゃって、なんかこんな感じで、はい、寝転がれるんですよね。はい、何も見えません。ちょっとランタン持ってこう。ああ、すごーい。お邪魔します。すごい。すごい。寝れちゃいます。よいしょ。これ屋根の上でしょ、だから。そういうことですかね。すごい。すごい、屋根裏。屋根裏。え、これ2人でも寝れるんですか。あ、寝れます。へえ。全然。なんならこっちの方が広いです。へえ。下よりも。こっちで寝ることもあるんですか。でもこっちはうるさいので、ああ音がほぼテントなので、あんまりキャンプ場とかで一回寝たぐらいだよね。うん、あ、基本は下ですね。めんどくさくて。でも楽しい。絶対楽しいよね。ちょっとアトラクションみたい。あ、そうなんです。え、そこから。はい、そのおしゃれとか、おしゃれすぎ。いいな。あ、なに、欲しいって。買えませんよ、我が家は。我が家ダメです。我が家はちょっと買えませんよ。我が家はダメですね。デミオンの屋根の上で我慢する。落ちちゃう。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、寝てみます。はい、俺の夢の一つ、足を伸ばして寝ること。わあ、ちゃんと足が。足が。すごい。すごい。寝れますか？え、最高です。いやー、よかった。意外に打てる。うん、俺この車で日本一周する。すごいよ。よかったね。富士さんはどう？私の夢が叶った。夢が叶った。夢、寝返り打つことができます。翔くんがいなくてすごい広い。一人だから、これ喧嘩した時もいいですね。すごい、めっちゃ広い。いや、よかった。すごいですね、本当に。いいね。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。夢を叶えました。夢が叶いました。よかったです。そっちの方がなんか奥深くに行けますよね。おー、すごい、うん、すごい。秘密基地みたいだね。ね、これいいね。花火こっから見せとか素敵。そう、素敵。これで、ね、お酒飲みながらでしょ。最高。お酒じゃん。最高だね。夢できた？また夢、うん、ルーフキャリア、なんだっけ、ポップアップ、ポップアップルーフ、ポップアップルーフ。ちょっと我が家は厳しいから。4人乗りだからね、寝るのが、うん、みんなで寝たりも楽しい。あ、確かにいいな。これね、最高だわ。使いたいね。使いたい。いつか飽きたらもらおうね。ボロかもしれない。ボロボロ。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は俺らの車に乗ってもらおう。申し訳ないね。いやいや、楽しみにして。ちょっと自ら行って後悔してるんですけど、はい、僕たちの車に乗ってもらおうと。はい、順番を間違えたね。うん、そうですね。上げて下げちゃったね。うん、あ、ちょっと待って。あかん。すごい、デミオで車中泊。考えるのがやっぱ多分いろいろ大変だよね。寝るのがね。それではこちらから。申し訳ございません。失礼します。じゃあ可能性がある若菜さんから言ってください。いいです。頭はこっち。頭はこっちで。こっち側。はい、足こっちで。はい、失礼します。お願いします。お靴を脱いでいただいて。ドキドキ。大変申し訳ありません。大変申し訳ございません。ふみさん、近づいて。ちょっと頭気をつけてください。はい、入れる感じで。でも全然。あ、全然いける。いけます。いけます。はい、ありがとうございます。いける、直帰しかな。直帰し、あ、本当だ、足すごい。本当だ。直帰しです。これを普段はこの上に見える富士山。見える。この上に荷物を置けてるんだけど。なるほど。今日はちょっと荷物を
許可したんで。あ、めっちゃこれいいですね、青空屋根が。青空。あ、すごい。いいですよ。ありがとうございます。お、余裕。じゃあそこにひろゆきさんを入れてみましょう。はい、無理です。そう、本当は2人だからね。うん、そうか、2人で寝てるんですもんね。じゃあひろゆきさんどうか。はい、すいません。お邪魔します。お願いします。185センチだから、そう、本当に何も期待してないよね。絶対入らない。あー、もうなんか申し訳ない。でも全然いけるかな。いける、膝曲げたらいける。そう、ちょっとこっちから失礼します。全然いけてるよね。うん、寝れる。確実に膝曲がってる。二人とも横向き。あ、ひろゆきさん、そうっすよ。そう、あの、ここですよね、運転席と助手席の間ですよね。電話かなさん、私はそうするともう右に行かなきゃいけない。どんどんあの、そう、構ってるのに、そう、陣地を取られる。そういうことか。追いやられますね。そう、じゃあ半分から左、俺がもらってんだよ。そう、ここしか逃げ道ないですもんね。そう。あ、なるほど。しかも最近すごい対角線にあの翔くんが来るんで。そう、わかる。辛い、わかる。伸ばせる。そっちは辛いですよ、ね。皆さん辛すぎる。結構来るよ。よかったね、ふゆさんの辛さが。辛さをちょっとでも分かっていただいて嬉しいです。はい、すごい。全然いける。でも、寝る分には全く問題ない。うん、まあ実際このぐらいのスペースある。いい、うん、意外と外から見るよりは広く。え、そう。乗ってみたら広い。高さがちょっと。そう、高さがね。そうか。前はもう窮屈な。本当はポップアップルーフがあったらいいんだけど。本当はね。デミオに。開くかな。ここいいですね。うん、ああ、これあるね。明るく見える。あ、じゃあこれちょっと閉めてみるよ。さあ、横から閉めます。はい。あそこから。あ、めっちゃいい。全然。結構快適じゃない。なんか最初の頃はすごい面白いなって思ったんですよ、このなんか秘密基地感で。1日2日は良かった。1日2日だけ早かった。でも結構一番奥まで行ったら足もそう伸ばせる。なんかこういうなんかこうやって、ダイソーで、ね、あー、いけそう。できそう。できそう。一日交代しますか。もう多分返せなくなります。うん、座れるんやな、でも普通に、うん、全然座れる。あそこ座れますよね。あ、ひろゆきさん座れるんですか。あ、でもギリギリダメだった。若干下があれかも。じゃあ、はい、こんな画角で、すいません。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ夢叶ったね。夢叶って楽しかったです。嬉しいです。また再開したらね、車交換しましょう。九州で。一緒にみんなで、寝たい。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またお互い頑張りましょう。頑張りましょう。以上かな。じゃあいいですか。はい、それじゃあバイバイ。大丈夫です。失礼しました。